道南バス、東野湖温泉ターミナル、道南バス、東野湖温泉ターミナルは、北海道阿武田郡東野湖町東野湖温泉街にある、バスターミナル、道南バスの郊外線、都市間バスが発着する、道南バス、東野湖温泉ターミナル停留署名は、東野湖温泉、東野湖町の、東野湖観光情報センターの1階に、窓口と待合室が併設されており、定期乗車券や、 バスカードの発見、都市間バスの予約を取り扱う。当ターミナル開設当初、ターミナル建屋には、東湖温泉駅と表示、されていたが、現在は、東湖温泉バスターミナルと表記が改められている。現在、ターミナルのバス待合室乗り場へバスは、横付け停車にて客扱いを行っているが、開業当初はターミナルに設置された、東端式ホームにより、客扱いを行っていた。 本建物は道南バスが当地にて観光開発するために創立した子会社道南観光開発株式会社が1970年5月開業させた日帰りレジャー施設東屋サマーランドでありその施設の一部としてバスターミナルが作られた1968年阿部田町の温泉小学校跡地払い下げ置きに道地を取得し バスターミナル建設の運びになるが、膨らんでしまった日帰りレジャー施設の計画が、レジャー施設の中のバスターミナルという形になって、開業してしまった。案の定、サマーランドの営業は、数年と持たず、当夜サマーランドは1972年4月24日、会社側により休館となってしまった。サマーランド営業休止後のターミナル建物は、バスターミナルのみ、営業の状況が、 ウッサンの1977年の1978年噴火後まで続く。ウッサンの噴火鎮静化後になって、やっとバスターミナルの会場部分を旧アブタ町が取得し活用することになる。噴火鎮静後の1978年、バスターミナル隣接地に噴火の歴史を残すために開館されたアブタ町立火山博物館が同年10月発生して、電流災害で被災。 開館半年にて全損。その移転先として、旧サマーランド施設が、浮上。1981年より、旧サマーランドの2階部分が改装の上、アブタ調律火山科学館として、使用開始する。2007年、ウッサンの2000年噴火による、泥流被害により被災した旧東野湖温泉小学校跡地に、東野湖ビジターセンターが完成し、 同建物に併設される形で移転するまで火山科学館として利用された。火山科学館移転後の空きスペースは2008年北海道東野湖サミットにおける日本政府の現地本部とするために改修の上利用されることになる。サミット終了後の2009年東野湖観光情報センターとして再び活用されることとなった。施設内には東野湖温泉観光協会 東野湖町役場東野湖温泉支所、東野湖町商工会東野湖温泉支所等が入居しているほか、3階には北海道東野湖サミット記念館が開設された。その後、2015年ターミナル施設を改修している。2016年10月1日現在、いずれも道南バス。かつては共同運行を行っていた各路線が存在し、ターミナルへ乗り入れしていたが、 現在他社による乗り入れ路線はない。函館バスと共同運行した函館、東野湖温泉線、北海道中央バスと共同運行した新千歳空港東野湖温泉線の各路線は路線廃止。上鉄と共同運行を行っていた札幌、東野湖温泉線は、上鉄が路線から運行を撤退。一回バスターミナルの敷地内にて、 北海道幸運事業共同組合系の札幌交通等や営業所が営業所を構えている。ありがとうございます。